今日も皆さんと一緒に聖書の言葉を学ぶことができますことを心から感謝をいたします。皆さんは信仰の確信に満たされて歩んでおられるでしょうか。いつでもどこでもイエス様が共におられる、私の信仰は間違いないと本当の確信を持って歩んでおられるでしょうか。私たちを神様から引き離そうとする力、サタンは様々な方法を通して私たちの信仰を揺さぶります。だからこそ私たちは信仰の確信に立って力強く歩みたいと思います。ヨハネの手紙1の5章の5節には、誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信じるものではありませんかと記されております。イエス・キリストを信じるときに勝利者として間違いなく生きていくことができると約束されております。だから私たちは信仰の確信に満ち溢れて歩みたいと思います。そこで今日は確信に満ちた信仰と題して3つのことを学びたいと思います。聖書箇所はヨハネの手紙1、5章の13節から21節であります。確信に満ちた信仰、その1、私たちは永遠の命を得ている確信があります。私たちは永遠の命を得ている確信があります。今高齢化社会で平均年齢が80歳を超えております。100歳を超えている人たちもこの日本にはたくさんいます。しかし誰もが最終的に直面しなければならない問題が死の問題であります。これは誰も避けることができません。そこには不安があり恐れがあります。2000年前イエス・キリストは十字架にかかり3日目によみがえられました。誰もが解決することのできない死の問題をイエス・キリストは十字架にかかり死んで3日目によみがえるということによって解決されました。だからイエス・キリストによる永遠の命を私たちは死んでよみがえられたイエスから受けることができます。永遠の命、いつ何があっても神様のもとに帰ることができる、いつでもどこでも神様が共におられる、その命をイエス・キリストを信じるときに私たちは受けることができます。ヨハネの手紙17章3節、永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなたとあなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることですとあります。イエス・キリストを知るということはイエス・キリストを救い主として受け入れるということです。救い主として受け入れたものは永遠の命、何があっても大丈夫な命を得ている。だからこそこのヨハネの手紙1の5章の13節では、あなた方が永遠の命を得ているということをしっかりと悟らせるためにこの手紙を書いているのだということが記されております。5章13節、神の子の名を信じているあなた方にこれらのことを書き送るのは永遠の命を得ていることを悟らせたいからです。私がこの手紙を書いているのは、あなた方イエス・キリストを信じた者はもうすでに永遠の命、死んでも死なない命、神と共に永遠に生き続けるその恵みの命をいただいている、そのことを知ってもらえたらかだとヨハネはここで書いております。ヨハネの福音書11章25節にイエスは言われた、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる。永遠の命をいただいている者、すなわちイエスが神の子である、私の救い主であると信じた者は
永遠の命をすでに得ている、天の住まいがもう神様によって備えられている、こんなに大きな恵みが神を信じるイエス・キリストを救い主として受け入れられた者には与えられている。このことを知るときに、私たちの信仰生活の中で何が起こったとしても、ああ私はすでに永遠の命を得ている、何があっても大丈夫な人生を与えられるという、その祝福の中で歩むことができます。第二に、神に祈りが聞かれる確信があります。神に祈りが聞かれる確信があります。イエス・キリストを信じ永遠の命をいただいた者は、祈ることを通して神様の素晴らしい御業を経験することができる。目に見えない神が私のうちに生きておられるということ、そのことを知ることができる。それは祈りを通してなされるわけであります。五章の十四節十五節、何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら、神は聞き入れてくださる。これが神に対する私たちの確信です。私たちは願い事は何でも聞き入れてくださるということがわかるなら、神に願ったことはすでに叶えられていることもわかります。私たちが本当に神様の前に神の御心に沿った祈りを捧げていくならば、私たちは考えもしないような不思議な技が行われる。でもサタンは誘惑します。そんな祈りが聞かれるわけない、そのような時にどうしたらいいのか、もう祈ったその瞬間から私の祈りは聞かれたと確信を持つことであることがここに記されております。先ほど言いましたように、願い事は何でも聞き入れてくださるということがわかるなら、神に願ったことはすでに叶えられていることもわかります。祈るその瞬間からもうこの祈りは神様が叶えてくださる、絶対に間違いないという確信を持って祈る。信じて祈るものを神が受け入れてくださいます。ヤコブの手紙一章六節、いささかも疑わず信仰を持って願いなさいと書かれております。いささかも疑わずに信仰を持って祈る者に、神様が不思議な技を行ってくださる。私たちの祈りは神様が一番良い方を通して、私たちの思いをはるかに超えた方法を通して叶えてくださる。イエス・キリストを信じた者の祈りは間違いなく叶えられる。神が聞き、神の栄光を表してくださるということを心から感謝をしたいと思います。詩編の50編の15節、それから私を呼ぶがよい、苦難の日私はお前を救おう、そのことによってお前は私の栄光を輝かすであろう。私たちが祈るときに神が聞いてくださって、そのことを通して栄光を輝くものとなると約束されております。なんと素晴らしいことでしょうか。祈りは聞かれるという確信を持って歩みたいと思います。第3番目に、神に属するものとされている確信があります。第3番目に、神に属するものとされている確信があります。イエス様を信じたすべての人、一人も例外なく、イエスが神の子であると、私の罪のために十字架にかかってよみがえってくださったと、このことを告白しイエスを信じた者は神に属するものとされている。ヨハネの手紙1は神に属するという言葉が何度も何度も記されております。それは神の側に立つものとされる祝福があなた方にあるのだ。私たちは神を信じたことによって祝福を受け継ぐものとされております。神に属するということは、神が私たちの人生の責任をすべて負ってくださる、
どんなささやかなことの中にも神が働いてくださって、あなたは私に属するものよ、あなたは私の家族だよと神ご自身が言ってくださる。主に告白した罪はすべて許され、神に属するものとされております。ここに死に至らない罪という言葉が記されておりますが、これはヨハネ独特の表現でありまして、それは主の前に言い表した罪、もうすでに主に言い表した罪は神がすべて許していてくださるから大丈夫だということをここで記しているわけでございます。ヨハネの手紙1の1章9節、自分の罪を公に言い表すなら神は真実で正しい方ですから罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。告白した罪は神が許してくださる、神が清めてくださる、そして神の家族として何があっても大丈夫な人生を歩むことができるようにされている。神に属しているということがなんと大きな恵みか。私たちはイエス様の中に生きております。5章20節、私たちは知っています、神の子が来て真実な方も知る力を与えてくださいました。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ真実の神、永遠の命です。神に属するということは、御子イエス・キリストの中に、御子イエス・キリストのうちにいる。イエス様は真実な永遠の命として、私たちに不思議な技を行ってくださる方として働いてくださいます。だからこそ21節に書かれておるように、偶像を避けなさい、子たちを偶像を避けなさいとあるように、さまざまな偶像を避けたいと思います。それはある時にはお金であったり名誉であったり、さまざまな偶像が私たちの周りにはあります。私たちは神に属する者として、いつでもどこでもイエス様を一番にして歩みたいと思います。その時に信仰に満ち溢れた、確信に満ちた歩みをすることができます。サタンはさまざまな方法を通して私たちを誘惑しますが、信仰の確信に満たされて、これからも力強くイエス様と共に歩みたいと思います。皆さんお一人お一人の歩みの中に、今も生きて働いておられるイエス・キリストが力強く働いてくださることを心から感謝をいたします。アメン。